あとそれはトナタンさん、そのか他の方はタイマーにご注目ください。それでは始めます。3、2、1、スタート。さあ始まりましたですね。はい、まずトラタンさん、はい、トラタンさんの後が HR さんですね。 HR さんが37秒5ぐらい、今回は、6名のうち4名が勝ち抜けなんで、はい、A 組は5人 GM だったので、はい、そして今回は、はい、もう、はい、もう全員 GM 見てみたいですね。全員 GM 出るでしょうか。さあ、はい、とりあえずトラタンさんが右2にちょっと穴を開けちまったが、これはオレンジで治る形ですね。問題ありません。はい、さあ素晴らしい、これでオレンジで完全回復。さあ行きますよ HR さん、10秒前、 HR さん行きます。5、4、3、2、1、スタート。さあ HR さんがスタート。次のスタートは、はい、次のスタートは緑茶さんですね。緑茶さんですね、はい、結構今回は持ちタイムが早い人が多いですね。はい、みんな、はい、持ちタイム早いですし、はい、もう安定してますから、あのレベル20とかレベル25とかで死ぬような人っていないと思いますね。いないと思いますね、はい、さすがにいないと思いますね、はい、前回見たような気もするんですけど、前回ちょっと見たような気がするんですけど今回は多分ないと思います、ね、ないと思います。あんなことあってはいけないですね。あんな事故は、はい、事故ね。さあ緑茶さんいきます。さあ緑茶さんいきますよ。5、4、3、2、1、スタート。さあ SMD さんいきます。5、4、3、2、1、スタート、はい、さあ次のスタートは緑茶さん、ちょっと空白でしたね今回。はい、大丈夫ですね。さあ銀八さんがそろそろ、はい、行きますよ銀八さん。5、4、3、2、1、スタート。さあ次のスタートが37なんですね。はい、なんかタイマーが変になってますけどもあーっと HR さんちょっと怖いよ。これは大丈夫でしょうか。さあ37さんがそろそろ10秒前。さあいきますよ37さん、ちょっと今日風邪気味だということでどうでしょうか。5、4、3、2、1、スタート。さあこれで全員スタート、はい、現在のトップはちょうど200に突入、はい、トップは200です。いやもう全員ここまで計測せずにいくっていうのはかなり素晴らしいですね。はい、素晴らしいですね。まあ、ここから勝負。そうですね、ちょっと先ほど HR さんちょっと危なかったですけど、もう今完全な地形に回復していますね。さあトラタンさんもいい感じで進んでいる。地形が荒れてる人はいないですね。そうですね、みんな地形きれいに、はい、HR さんと SMD さんの同じ位置に一番下段に穴が開いてますね、はい、これは上げ底方式でしょうか、それともただのミスなのか、はい、ただのミスだと思います。 SMD さんはただのミスということで、 HR さんは底上げということでよろしいですね。安全第一の HR さんがなかなか、そこだけ大きい、確かにタイマーから始まるんですけど、ね、はい、まりますね、いい感じで安定的に仕掛けれるだとか、さあ、盛り返すという問題はありますけど、ね、その HR さんが今200、さあ、横田さんも今170で、トップの、トラタンさんがそろそろ300かというところ、金八さんも最近飛ばしてますね、これは。さあ、今、トラタンさんが300突入。さあどうでしょうか、はい、今回かなり、あ、そうですね、37さんが100突入、かなり全員100ですね。緑茶さんも200に突入、はい、これはかなりいい感じで今回前半戦、いい序盤戦はかなりいい感じで試合が進んでますね。はい、はい、そうですね。さあ37さんと攻めるが、ここはしっかり棒を入れていく。さあトラタンさんもちょっと右が閉まっているが、これは問題ないでしょう。さあ右にを開けていくスタイル。さあトラタンさんも今 S3 到達で355。さあ HR さんちょっと今日安定感がないか。さあ HR さんがそろそろ300に突入する。銀髪さん、 SMD さんともに200台、はい、さあ SMD さんが300台突入で、あ、先生ごめんなさいごめんなさい、 SMD さんじゃない、HR さんが300台突入ですね。で、37さんが今、そろそろ200台に突入かというところで、はい、今200台突入しましたね。はい、ね、はい、緑茶さんが今300台突入で、トラタンさんちょっと地形が乱れたが、400台には
今ちょっと止まってしまっているが今400台突入、トップは今400です。SMB さん、純白さんの席はかなりこう安定した積みで、そろそろ2人とも300に入ろうかというところ。緑茶さんが今340台、純白さん、SMB さんともに300台突入。トラタンさんかなりちょっと危ない、トラタンさんちょっと怖いですね。さあこれはちょっと相撲と腕前が試される高さですね。これはどうでしょうか、はい。まあ、腕前があっても相撲が悪かったらもう終わりなんで。そうですね、はい。さあトラタンさん粘る、さあここからどういう粘りを見せてくれるか。さあ SMD さんが400台突入、そして緑茶さんもそろそろ400台に入ろうかというところですが、ちょっとトラタンさん怖い、はい、ここはさばけるか。ここはちょっとこの方、あ、うまい、ちょっと苦しいな、これは流したが、これはオレンジ、あー残念、ここは窒息472、トップは472で窒息、トップが変わって HR さんの450台ですね。はい、はい、ああこれ陣八さんが400突入、突入で SMD さんに追いつく、ね。さあ37さんが、追いかける37さんが360台、そろそろ70台といったところ。さあそこからそろそろ皆さんちょっとずつ地形があって、 HR さんと陣八さんはこれは大丈夫でしょうか。陣八さんは大丈夫ですよね、はい。 HR さんがちょっと左待ちの形になってます、はい。さあ左待ちの形で500ですね、今したまま今500突入。さあここで一気に、さあ穴を清算して、ここからさらに引き離していこうという構えになりました。さあ今緑茶さんも500突入、緑茶さんはかなり快調に飛ばしてますね。さあ追いかける陣八さん、SMB さんがどこで500に入れるか。さあ差が現状トップは540です。で緑茶さんともう15ぐらいですね、 HR さんの差が、はい。さあでここで陣八さんがレベルストップしてから、はい、若干のレベルトップからの突入、そして SMB さんもこれはちょっと止まってしまうか。今ワンブロックだけで500突入、そして37さんが今490台に入ろうかというところですね。さあ37さんが今500突入、4分53秒ですね。これはいいタイム、はい、すごく早いですね、早いですね。さあ今緑茶さん600突入、さあ差がほとんどなくなった。 HR さんも、はい、600、 HR さんと緑茶さんの差がほとんどない、ちょっとほぼ並んでますね、これは。そうですね、並んでますね。さあそして純八さんと SMD さん、先ほどまでいい勝負でしたが、ちょっとずつ SMD さんを純八さんがじりじりと離していく形。さあそして今純八さんが600入りましたね、純八さんが600、SMD さんが今590台ですので、差は10程度。さあそこに追いつこうとしているのが37さん、37さんが580台に突入してきました。さあ現在トップは、これは緑茶さんとほとんど並んでますね、緑茶さんと HR さんがほとんど並んでいる。さあちょっと37さんの形が厳しい、悪いが、まあでも600入る、まあ追いかけられる純八さんの形もあまり良くない、ここはどうでしょうか。さあ今、緑茶さんが先に700台突入、さあトップが入れ替わった、 HR さんも入りましたが、トップは現状、さあ緑茶さん、そして陣八さんがちょっとこれは厳しいのか、これは腕だけじゃなくて相撲が要求されます。さあここは相撲が一級なのかどうなのか試されるところ、今のところ、あー当たってしまった、690窒息、691ですね。だとほぼ脱落、あ、もう脱落決まりました、はい。これは純八さんは敗者復活戦の方に回っていただきます。はい、さあ SMB さんが790、はい、はい、スリーセムさんが690台に入りましたので、はい、さあここは今入りました、はい、入りました、ました、はい、4人決定ですね。現在4人決定ではありますが、これは順位がアドバンテージがありますので、はい、順位は結構こだわっていく、はい、そうですね、順位大事ですからね、はい、あの確定が、確定したら順位を狙いにと、はい、そうですね、はい。さあここからは思う存分スピードを出していこうという、セクションですね、はい。もうそうですね、安定性とかでも、はい、はい、ここは結構どうでもいい、スピード欲しいですね。さあそうなってくると3-7さんの
はかなり脅威になってるかな。原はさあ延長トップは原地か、ごめんなさい、吉田さんの、850。はい、結構エジアの食らいついて、そうですね、食らいついて見てますし、あ、はい、ここで、はい、SM2 さんが800と組み入りましたね。この真後ろに今フリーセブンさんもうフリーセブンさんが後ろに、ただこれこの差だったらこのまま逃げ切れば緑茶さん、エンジャルさんまではこのペースに行けば可能性ありますね。はい、ただ1回でも大きなミスをしてしまうとすぐに捉えられてしまいます。はい、エンジャルさんはもう真後ろまでフリーセブンさんが来てる。はい、ここからフリーセブンさんと同じスピードで行けば、はい、本当にそういう勝負なんですね。さあ今、左台に2人が入りました、はい、HR さんと吉田さん、これはもう HR さんちょっと崩れましたが、これ大丈夫ですか、ね、大丈夫ですね、吉田さんと若干あるので、ここは問題ないです。 HR さん、これはどうだ、ちょっと怖いのかしらね、で、ここで SMG さん900、トップは両者からになりそうですね、はい、さあもし900に入ってきたのは37番も追いかけて入ってきた、さあアドレスに考えるとこれ4位争いが面白いですね。はい、次はほとんど大きな水がなければ4番に入っていこう。さあその6番はい、今 GM 53秒3の速い、速いですね、自己目に近いぐらいの素晴らしいスピードで GM。 さあそして次は HR さん、HR さん、そうですね、 HR さんはここで GM10 分50秒5で、はい、最後3番目は、3番目どうなる、これ3番目楽しみですが、今のところリードは SMD さん、さあ SMD さんがこのままゴール、はい、10分15秒20、今スリーセブンさんも GM9 分30秒56、引き抜けの4名は GM を出しましたね、これは素晴らしい2回、はい、いや素晴らしいゲームでした、これ地